本日の動画は染色後の仕上げ剤を比較してみたという実験的動画になります。使用する染料は塩基性染料であるクラフト染料の緑を使用したいと思います。革を3枚用意し、3パターン比較していきたいと思います。革を湿らさず、そのまま染色していきます。この際、染料は薄めていません。3枚すべて染め上がりました。これから乾燥に入ります。半日から1日ほど放置し、水分を抜きました。そして今回比較する仕上げ剤はレザーコート。今回はマットつや消しを用意しました。そして水溶性ウレタンバインダー。そして3枚目の革は何も処理をしないで比較してみます。まずはレザーコートマット。布に軽く取り塗り込んでいきます。2つ目は水溶性ウレタンバインダー。こちらも布に少量取り塗り込んでいきます。レザーコートより粘度が少なくサラサラとした印象です。そして3枚目は処理をしないパターン。ここから再度乾燥させます。仕上げ剤の乾燥が完了しました。ここから色落ちテストをしてみたいと思います。布で強くこすってみます。レザーコートはほぼ色落ちが見られません。次に水溶性ウレタンバインダー。こちらも目に見えた色落ちは見られませんでした。そして最後に処理をしなかったパターンです。こちらも思ったほど色落ちは見られませんでした。変色するほどさらに強くこすってみたいと思います。レザーコート、ウレタンバインダーともにほぼ色落ちが見られませんでした。そして処理のしなかったパターン。こちらはやはり強くこすると色落ちが少し見られます。
レザーコートはマットつや消しを使用したのですが、擦る前からこの光沢感が残ります。水溶性ウレタンバインダーは自然な風合いのまま適度なツヤといったところです。染色していない革にもこすりつけてみたいと思います。色落ちは見られません。こちらも色落ちは見られません。そして処理のしなかったパターン、こちらもあまり色落ちは見られません。つまり革同士の擦れでは色落ちがあまり見られないことがわかります。そして最後に水を垂らしてみたいと思います。この時点で処理のしていない革のパターンは革の吸い込みが激しくすでにシミになっています。ある程度放置して余分な水分を拭き取っていきます。水シミの違いがわかるでしょうか。この濡れた状態で色落ちするのか、こすってみます。処理なしのパターンは色落ちが見られました。そしてウレタンバインダー。こちらはほぼ色落ちが見られません。次にレザーコート。こちらも色落ちが見られませんでした。水しみを乾燥させてみます。レザーコート若干残っていますが、ほぼ消えたと言ってもいいでしょう。水溶性ウレタンバインダー、多少水しみが残りました。そして無処理のパターン、シミこそあまり見えませんが、水滴の跡が残ってしまいました。仕上げ剤には撥水の効果もあることが分かりましたが、より撥水をさせたいのであればラナパーやコロニルなど、仕上げの後オイルケアをすることによって風合いを損ねず撥水力を高めることができそうです。